18番。よし、ほんじゃ選びますか。あ、ルブレイブうっさいですけど、最近カラクリサーカスの方が強いんですよね。カド2かな、カド2にしようかな。うーん、でもマンツナナっていうのが存在してて、マンツナナにします。はい、ということで本日は10月の17日木曜日、ダイナム金町南口店さんにお邪魔しております。久しぶりのカラクリサーカス、レッツラゴー、やっていきます。あの天国の前兆どこ行っちゃったんですかね。周りは皆さん天国でチャンスゾーン出てきてますけど、なんかありましたっけね、この天国の前兆なかったら B 以上みたいな、ありませんか。ポットライト系も見れないんで、前兆ないと困るんですよ。おー、いいね。5個目か6個目ですかね、まだ先な気もしますけど。まだですね。でも10個以内なんで、あります、5個目6個目そのあたりです。では364ゲーム決めようね。どうにもならないラスト、残念。スポットライトもなし。うん、幕は1回じゃ喜べないのがカラクリサーカスですよね。何今の、こぼしちゃった。お久しぶりです。この演出すごい久しぶり。あー素敵、ありがとう。スタパネレショート、お久しぶりです。608ゲーム C ヒットでした。800で相当数が全部で2万1000円使いました。ではさあ伸ばさないとね、だいぶ出遅れましたからね。私が一番最後に AT につながった人、よしよし、チャンスベルで上がりまして、抽選を2回ぐらい受けたいですね。いけないね、まだチャンスベル1回しか引いてないんで、焦らない。ショット乗せで終了です。208枚、ラスト。はい、うん、困ったな、もう困ったな。やっとこさ2回目のチャンスゾーンです。569ゲーム、もう3万5000円使ってます。決めようね、1ミスも許されないよ。2回目のチャンスゾーンじゃないですね、1回目ですね。1回目 C で AT 取ったんでした。じゃあ本日初のチャンスゾーン決めていこうよ。1ゲーム手前、よかった、危ない。よし、2回目の AT です。最後のは勢いで打ってよかったですね。セーフセーフ、もうこれでなんとかするしかないです。よしよし、オーバーミーでした。ようやっと劇場ジャッジ1回目、
もうようやったの感覚ですよ。まだ2回目の AT なんですけど、3万5000入ってたらそれはそう思いますよね。では行かせていただきます。あ、いい、取った。よし、おそらく間のリプレイ、欲張って300、100枚。よし行こう。変わっちゃうよ。劇場ジャッジ1個取っただけでした。337枚。戻そう。チャンスベル。ああ、なるみ。あ、でもよかったです。1100超えてるので300以内にはもらえます。今回も絶対に決めなきゃいけないところ、160ゲーム。決めちゃおう。レア役で、レア役じゃないですけど決まりました。では追加なしです。3回目のエティ、そろそろちょっと伸ばしたい。駆け抜けそうだね。ベルの調子がいいですね。40ゲーム以内に終わらせよう。じゃあ、あと10回ナビ出れば。なるほど、そっちで行くんですね今回は。20枚、少ないの。1、2ゲーム後期、3ゲーム8点。はい、20枚乗っけてしまったので40ゲーム以内に終わらせるのはおそらく難しいです。どうすればいいんだ。そりゃ今のレバーになりますよ、絶対ないと思ったら。じゃあ落ち着いて、落ち着いて、私じゃあドロー。うん、よし、ふう、なんとかなりましたね。ってなっちゃったんで1ゲーム無駄にしてましたけど、よかったよかった。ハレクイーンも一応 20% ぐらいありますんでね。始まって、始まらない。いいよ、劇場取れる日だよ、チャンスだよ。あとは間のレア役なんだ。ダンスドームも通せてますしね、台の調子さえ良ければ勝てる。いいですね、ジャクセリー直通でした。大丈夫、取れる。最終で引けばいいんだから。チクショー、悔しい。そして広角付き、いいですね。劇場もくれて広角もくれて、めちゃくちゃ手伝ってくれるじゃないですか。ちょっとレア役急いで。今回も劇場ジャッジ1個、356枚。外れで戻したらいいのに。うん、やっと横向き、何も出ず。
5回中2回天国ですか。そうですか。うーん、悩むな今のスポットライト。でも800なんでしょ多分あなた。あったとしてね、あったとして800だもんね。うーん、どうしよう。隣さん CC ですね。あったとしたらお隣さんですね、うん、742ゲーム久々のチャンスドンです。800ヒットもう5万2000円入ってます。はい、やりました。失敗してないのに、なんで私は5万2000円入ってるんでしょうか。何が何でも伸ばさないと。ほんじゃ、もう最後のチャンスにしたいです。お、どうでしたろ。まだ待って、いいよ、あるんじゃない。丁寧に取っていきましょう。行くぞ。惜しくもない。うん、うまいこといけませんね。もうこのままだとずっと歯車引けずに終わりそうなんで、自分でかけちゃいます。別にあのやれてないわけではないですよ。チャンスゾーン外せないんで。重いんです、チャンスゾーンが。これは勝てません。いいですね、歯車流すと出てる気になれる。AT2 がひどいですね。250枚。やった天国。残り4回中2回が天国で、次は天国みたいなので、これでまた当てられたらいいですね。ということで朝自分がセットした5回分のモードが出ましたね。 CAAA 天国です。前半助かりますね。天国前半でヒットです。46ゲーム決めよう、しっかりと。オッケー、外してないのよ。どうして205万円しかないんですか。ではゲセヌ。30枚、少ない。バイバイ。今の強セリで取ってて、取ってないんですか。取ってましたか。取ってましたかね。はい、
目は。絶対当たるぞ。流れがないですね。ゼロ。もうちょっとなんだけどなみたいなのもないです。やめた方がいいのか。453枚。前回の分も含まれてます。手。3回中1回が天国なんでね、だってですね。え、7枚目お金ないないなっちゃうよ。お金なんでこんなに後ろの方なんですか。店長がもったいないでしょう。お金が大事にして B なんでしょ。はい、ちょ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 ん言われても B の、 あの最先部です。決めるぞー。 B の最先部です。448ゲーム。レア役引こう。レア役じゃないですけどね。決めてるんだよな。66,000円。ではお隣さんが運命の1駅までたどり着いたので私も追いかけます。もう6回も当ててるのよ。ギリギリ50ゲーム踏めますが、終わります。難しすぎだって。51ゲームで終わりました。155枚。やりました。ようやっと。しかもチャンスだね。これあげたい。もう今の私で必要ないんで、もう運命連鎖やってるお隣さんにチャンスだよ。あげたい。では劇場で撮っててください。チャンスをください。ギャラクシャガセン。また絶妙なとこ行きますね。ブリゲルラをありまして、チャンス目取ってました。ふう、絶対取る。はい、取った。そう、いいよ。はい、どうぞ。どうして、どうしてよ。間で2回も引いたじゃない。40、40合わせたら80でしょうか。100超えてないって。そうね、難しいよ。両手りまたブリゲルラなさそう。押してます。ありました。 40% 取ってます。お願いします。1個ぐらいいいじゃない。1個ぐらい。ねえ、もう取れなくなったよね。わかるわかる。もう今その流れないもんね。ひしひしと感じております。惜しいんだよね、いろいろと。レア役の波は来てるのに悔しいな。2連続取ってたらもうリーチだったってことですよ。あ、もうこれも取ってたら泣くところでした。え、
良かったなのか何なのか、精神衛生上は今の取ってなくて良かったです。こんな精神状態で取れない。もうちょっと後にしよう。90、すごい手伝ってくれるじゃん。すいませんね、2個とも取れなくて。ここからやり直します。頑張りますね。よし、頑張らない、うん、頑張っちゃいけない、力抜いてこう。ゲーム数でいただきまして、それはさ、もう間の40無効になったら終わりよ。つらいよ、3の0つらいよ。全部決められていればですもんね。1回の相手で3撃上だって取れたの今回が初なんで。449枚、戻し続けます。どういう引き、頑張ろう。取ってそうだな。4回目の劇場ジャッジですか。もういい加減取りたい。お願いします。もうくれてもいい頃でしょ。 40%、 よし、8000、よし、300いただきました。やっぱ8000っていう気持ちが大事。始めよう。久々ですね、というか今日初めましてです。この枚数ほんじゃ気合入れてもらって、もうここからのお店で2個連続で取ります。180で煽ってます。あるよ、あ、お、チャンスアップありましたもんね。ゲーム数でくれました。ノーミスで決めますんで、力抜いて。力抜いて。そう。OK。あと1個。お願いします。どうにか。どうにか運命の刺激を。8000、うん、ちょっと欲張りました、すいません。よし、あと1個。歯車、歯車、うん、歯車しかない。よし、タパネルスタート。はい、3桁乗ってきましたね、お客様。もうだいぶ余裕あります。600枚。わあ、綺麗、綺麗だね。今どこ行ったの、レインボー。すごかったね。いいですよ、はい。もう絶対取ろうね。めちゃくちゃ集中してます。気にしない。今の3枚ベル2ゲーム連続は気にしない。力を抜いて。
やりました。あーよかった、なんだかなったよ。山ちゃん、山ちゃんやったね。はい、ということで運命の一撃までたどり着けました。いやー、熱い熱い、カラクリサーカスはこうじゃなきゃね。6万6千円使った甲斐がありました。んほんで枚数がまだまだございます。646枚、これを使って運命連鎖までたどり着きます。よしよし、いいよ、ジャクテリ3回引いてるよ。広角には上がるでしょう。え、そっち広角上がってて 40% 取ったかもしれない。よしよし、決めます。運命連鎖やりたいんで使わないで。そう、どうしてだい、なんでジゲームリプレイ、まだ可能性ある。ジャック、ジャックセリーが押し寄せてきてます。上位まで行けたら全然まくれる可能性ありますもんね。さあ今度こそ取ろう。この AT 劇場だって8回目ってことですよね。取れるよ、ここ取って8の4ですから。さあ1ゲームずれました、どうなるんでしょうか。どうしてなの、いつゲームずれてもダメだった。3ゲームずれなきゃダメでしたね。引けないな最終で。これだけ回して後乗せなし。1706枚、寝かせます。では整いましたので行ってまいります。頼むぞ山ちゃん、強烈役イメージしつつしっかり最終ゲームでリプレイを引きます。1ゲーム長い、もう2ゲーム長い、大チャンスですね。いきます。黒黒、やりました。久々ありがとう、2ゲーム連れてくれて本当にありがとうね。いやー、山ちゃんやりました、嬉しい、引いてないけどね、山、いやーこれは嬉しい、ありがとう、すごい久しぶりだわ。いつぶりですかね、通したの。いつぶりなんだろう、半年、いや半年は多分引かないんじゃないですかね。とにかくものすごい久しぶりなので、空回りして保証で終わらせないように気をつけます。4桁枚数、よし、6万6000円使ってますんでね、
バックの乗せで。多めじゃないと困るよ。考えて。そんな鳴海押しでいいんですか。3桁が欲しいんだ。そうそう、マサルが頑張るかいかい。そうだね、マサル真ん中欲しいな。真ん中が欲しいな。1回しか押せないな。真ん中不安だな。とっても不安だ。真ん中がなんでそんな真ん中ないの。な、中1回だったもんね。すごい少ないな。780枚、すごい少ないというか中途半端ですね。これ駆け抜けたら全然足りません。頑張って乗せます。久々にこれ聞けるのか。はい、ありがとうございます。脳が揺れました。よし、780枚って100ゲームちょっとで終わっちゃうんですよ。レア役を。絶対乗って。うわーひどい。 33% あるじゃないですか先生。乗らない。ただギー先生出てきましたね。劇場ジャッジはもらえるそうで、取って500枚乗せよう。音が紛らわしい。いいいい、ショッカーになっちゃうよ。そんなことしないで。取ってても100枚だったってことにしよう。今のところ上乗せなしです。100ゲーム踏ませてもらえませんでした。早すぎるのよ。上乗せゼロです。2538枚。山ちゃん頼むよ。この枚数じゃ上位 AT 突入したとは言えないので、そうしましょうね。ではコウキイメージして、行きます。後期レア役引けるよ。黒黒デフォルトだ。レア役しかしないですよね。そうなのよ、超えられないのよ。ハチマキいつもこうなんだから。全然なりません。ありがとうございました。さあ激闘を終えまして、もうちょっと体力の限界を迎えたのでおいとまさせていただきます。6万6000円使いまして、枚数になると3036枚、流したのが2422枚でマイナスの614枚で終了となりました。上位 AT に入れたものの上乗せがゼロだったので、ちゃんと上乗せも取れてて、たったの1回ありました劇場ジャッジをクリアして500枚乗せてればプラスで終えられたんですよね。惜しかった、非常に惜しかったです。ただ最後の AT までは、今日運命の一撃までたどり着けると思ってなかったので、
もう大満足はしてるっていうのと、久しぶりに通せたのでそれは良かったなと思っております。ただやっぱり運命の一撃って2回目以降本当に難しいですよね。ここですよ。ここをしっかり最終ゲームでリプレイとか3枚ベルとかレア役とか引ける方が万枚とか出してるんだなと改めて思いました。久しぶりですねこの感じ、手に汗握る展開でございました。できれば4桁枚数乗せたかったんですけど780枚と中途半端な枚数で終わってしまいましたので、また頃合いを見てカラクリサーカスリベンジしようと思っておりますが、続々と信頼が出てきておりますので行く場所にもよるんですけど、時間の限りがなければちょっと信頼狙おうかなと思ってます。今までバナ旅で打ってきてない機種も視野に入れつつ今後も楽しく打っていこうかなと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。ということでまたお会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。